イタリア国鉄 D445 機関車リーマは、かつてはイタリアの鉄道模型メーカーであり、現在はヨーロッパの鉄道模型ブランドである。1946年にイタリア北部ビチェンツァにて、鉄道車両向けの部品メーカーとして創業された。後に鉄道模型に参入し、世界中の鉄道車両を製造した。その後は経営悪化と買収を経て、 イギリスのホーンビー参加において、イタリア向け法ゲージ鉄道模型の、廉価製品ブランドとなった。かつては、玩具的な製品が多かったが、1980年代に、入ると徐々に精密な製品を生産するようになった。同社では、世界中に向けて、法ゲージを、イギリス向けにオーゲージを、主にヨーロッパ向けに N ゲージとオーゲージを製造した。日本向けとしては、縮尺1。 80, 期間1 6 5ト、mm、ルにて、国鉄の電車や貨車を、4ゲージにて新幹線を製造した。また、N ゲージで、国鉄の電車も製造した。一時期、日本で、朝日通商によって、テレビコマーシャルが放映された。1946年、イタリア北部ビチェンツァにて、リマイタリア金属加工株式会社が設立された。当初は、繊細で破損した。 鉄道車両の修理、及び車両のアルミ製部品を製造していた。1948年から金属加工の技術を流用し、ミニカーや玩具の製造を始めた。1954年、バルダーニョの繊維メーカーであるマルゾットに勤めていたオットリーのビザッツァガリマを買収した。そして法ゲージ鉄道模型の製造に参入した。しかしながら、 当時すでにリバロシアメルクリンなどの競合他社がイタリアの方ー紙市場を接見していたため、それら高級品と競合しないように、廉価な製品を生産することになった。1960年代に入るとイタリアのみならず、フランスや西ドイツなどの車両も生産し、売り上げは伸び続けた。その後はアメリカやイギリス、南アフリカなどの車両も発売し、 1978年には売り上げはピークに達した。しかしながら、1980年以降、イタリアでは日本から輸入されたアニメやテレビゲームなどに押され、鉄道模型の売り上げは急減した。それまでの簡素で廉価な製品の売り上げが落ちたため、それらに変えて、細密成形の高級品へとシフトするようになり始めた。フランスやスイス、 西ドイツなどの外国向け製品の売り上げは好調で、1980年代半ばには、売り上げの3分の2を占めるようになっていた。1987年、オットリーノが死去し、息子のパウロ・ビザッツァが経営を引き継いだ。同年、赤字経営に陥ったためビチェンツァの一部の生産設備が廃止された。1992年、競合メーカーであったリバロッシンに買収された。 リバロッシ参加においてブランドは存続された。リバロッシーでは、フランスのジョエフやドイツのアーノルドを買収し、グループを築いたが、2000年に組織改変により、リマが筆頭となりリマグループとなった。2004年に経営難に陥り、同年12月に、イギリスのホーンビーに、グループが買収された。ビチェンツァの工場は閉鎖され、中国の関東省へ、製造設備が移された。 2005年、リマのビジェンツァ工場の元従業員らによって、シックストレインズという鉄道模型メーカーが立ち上げられた。主にヨーロッパ向けにホーゲージを、イギリス向けにホーゲージを製造している。2006年以降に中国生産品が市場に出回った。ホーンビー参加においては、ホーンビーインターナショナルが設立され、各ブランドは概ね国別に改変された。 イタリアのみならず、ヨーロッパ諸国やアメリカ、南アフリカ、オーストラリアなど様々な国の車両を製品化した。南アフリカのように、実物が狂気鉄道であっても、模型製品の基幹は 16.5mm とされた。アメリカ向けは、アムやモデルパワーなどを通じて販売された。かつては簡素な造形で廉価な製品を多く提供したものの、 1980年代に入ると、動力装置が一新され、新規に細密化された製品を多く提供するようになった。ホンビーインターナショナル参加においては、リマブランドは主にイタリアの車両のうち、入門者向けの簡素でエレンな製品を中心に展開しており、1980年代以降に発売された細密製品は、リバーロッシュブランドに分けられている。 かつてたブランドで発売されていた簡素な製品がリマブランドに移動してきたものもある。イギリス及びアイルランド向けに製造した。1977年まではホースケールで供給されたが、それ以降はオースケールとなった。イギリスではミニカーメーカーのリコを通じて販売された。かつては簡素な造形で廉価な製品を提供したものの、 1990年代に入ると、細密製品も提供するようになった。ホーゲージ製品のように、動力装置が一新されたのは、リバーロッシに買収された後であった。ホーンビーインターナショナル参加においては、オーゲージ製品は展開されていない。かつての製品の一部がホーンビーブランドから発売されている。また、シックストレインズへも一部製品が移っている。ヨーロッパのみならず。 日本向けのものも存在した。一部の製品にミニトレーンブランドが使用された。イギリス向けは当初、レーンを通じてミクロモデルブランドで販売された。日本向けはアサヒ通商を通じて販売された。リバロッシに買収されてからは、N ゲージ製品はアーノルトブランドに集約されている。イタリアやヨーロッパ向けに少数が製造された。いずれもガングゼンとした作りで、 初期の方をゲージ製品をそのまま拡大したかのようなものが多かった。大ーゲージ製品は1980年代以降発売されていない。当初の製品はモーターや終電パーツ、パンタグラフ、車輪以外は簡素なプラスチック製であるものが多かった。パンケーキモーターと呼ばれる台車一体型のモーターが、方ゲージ、N ゲージで使用されていたが、1980年代に、 入ると、車体中央にモーターを置いて、自在継ぎ手などで台車を駆動する方式に変更されるものが登場した。同時に、車体の造形は細密化されるようになった。オーゲージの駆動方法は、リバーロッシュに買収された後もパンケーキモーターが採用されていた。客車などではかつて、ショーティーが主流であったものの、1980年代以降、 電化製品の売り上げが落ちたためフルスケール製品の割合が大きくなった。1990年代以降は、クリアーボディに車体色を印刷し、窓のはめ込み構造による隙間を解消した製品を提供した。同省なし、組み立て式線路を採用していた。ホーンビーインターナショナル傘下においては、オーゲージのホーンビー製品が使用されており、かつてのリマ製品は展開されていない。 かつて簡素な製品を製造していた頃は、乾電池や外部電源を用いたものが展開されていた。外部電源を使用するものは主に交流220、ボルト入力、直流12ボルト出力であった。ホーンビーインターナショナル傘下においては、ホーンビー製品が使用されており、かつてのリマ製品は展開されていない。駅の建物や、プラットホーム、貨物駅、踏切、河川柱、 鉄橋などが展開されていた。カタログやレイアウトプラン集が発行されていた。当初のカタログは N ゲージ、4ゲージ、O ゲージが一つにまとまって掲載されていたが、1990年代以降は4ゲージが中心となった。イギリスやオーストラリアでは独自のカタログが展開されていた。ありがとうございます。